じゃ通れない別の道を探すしかなさそう。そうだ、線路の上を歩いていきましょう。この状況じゃ電車は走ってないでしょうし。
思い切り押したらもう少し。そうね、あと2人誰かに手伝ってもらえれば。地味。新しいのまた買ってやるから。やだやだ、クーちゃんじゃなきゃやだの。どうかなさったんですか。娘が大切にしているぬいぐるみを家の中に置いてきてしまって、潰れた家の中に取りに行くと言って聞かないんです。このままだと目を離した隙に取りに行ってしまいそうで心配で、こちらも迂闊に休めないんです。お子さんが変わった。本当ですか。ありがとうございます。申し訳ありませんが、よろしくお願いします。でも正面からは入れそうにないし、どうすればいいんでしょう。そこの人、親父を助け出すのを手伝ってくれないか。昨日の夕方の余震で突然お店が崩れて、お店の中に取り残されてしまっているんです。大きな怪我はしていないようなんですが、動けないみたいで。うえー、おじいちゃん。それは大変、救助を手伝います。助かるよ、ありがとう。とは言ってもこれからどうすれば。正面からは入れそうにないし。お、お前前に会ったやつだよな。わしだ、熊沢だ。あ、コンビニ店長の熊沢さん、ご無事だったんですね。ん？ああ、そうそう、コンビニ店長の熊沢だ。ところでお前たち、バールを持ってないか。あの金庫をここまで運んできたのはいいんだが、鍵を開けても扉が下げているようで開かんのだ。大事なものが入っているから何とか取り出したいんだが、どこかでバールを見つけたら持ってきてくれ。Thank you.
それでは皆さん、手助けお願いします。
無事でいてね。